こんにちは、小笠原です。今回はですね、ちょっと発展内容なんですけども、オゾンとホスフィン、PH3 ですね、オゾンは O3 です。これは極性分子か無極性分子かって、この問題だけなんですけれども、ヒントとしてですね、電気陰性度の値を与えておきます。H が 2.2 です。P も 2.2。H と P は同じ電気陰性度なんですね。それは 3.4 です。だから分子の形ですね、極性分子か無極性分子かの判断の時に分子の形も影響します。オゾンは折れ線をしてます。そしてホスフィン、PH3 は三角錐ですね。これはアンモニアに近い感じですね。アンモニアに近い形で三角錐型です。さてこの2つは極性分子でしょうか無極性分子でしょうかっていうのはこの今回の動画の問題です。はい、では回答なんですけれども、結論言いますとオゾンは極性分子なんです。極性分子ですが、ただこの極性でそんなに強くはないんです。弱いんですけど、でもどちらかと言われると極性分子になります。でそれはどうしてかと言いますと、折れ線をしてるんですけれども、オゾンがですね、構造式で書くと二重結合と配位結合でこう書けます。ただしこれはですね、共鳴していて、こちらの方が二重結合のところが単結合になったり、単結合のところが二重結合になったりしてこう入れ替わってますので、全体としましては 1.5 重結合みたいな感じになってます。そうしますと、O なのでね、電気陰性度同じなんですけれども、電荷が、電子が偏りがあります。電子が偏っているので、こちら側の方がプラス、こちらの方がマイナスというふうになりますので、プラスからマイナスの方向にですね、極性があるわけです。でこの極性の大きさを示すのに双極子モーメントという数字があります。双極子モーメントはまた自分も別な動画で詳しく説明してますけれども、簡単に言うと極性の大きさを示す数字だと思ってください。この数字が、0.53 デバイになってます。無極性分子の場合には0になってますので、 0.53 ということは極性があるということです。でこの極性の大きさなんですけど、同じ折れ線型の、水と硫化水素と比べてみると、水は 1.94 です。でもこれはちょっと水が異常にでかいので、ちょっと参考に しない方がよくて、硫化水素あたりと比べてもらうといいかと思います。硫化水素、極性分子で折れ線の形してますけど、1.2 デバイなんですね。で硫化水素に比べると半分程度の極性しかないと。ですが、極性分子ではあるということなんです。続けてホスフィンなんですけど、実はホスフィンも極性分子なんですね。ただし極性は弱いです。これは何でかと言いますと、確かに P と H、電気陰性度の値が同じなので、pH 間のところでここでは極性は生じないんですね。ところが形がこの三角錐型していて、ここに非共遺伝子があります。ここの分、電子がですね、均等に回ってませんので、こちらの分がちょっと偏ってこちらに電子が多い状態がありますので、ここで弱い極性が生じます。この部分で、弱く、極性が生じるわけです。これアンモニアと比べますと、アンモニアの時にはもう電気陰性度の差がありますから、この H がデルタプラスだったんですけどね。ですので、大きく、極性がありましたが、それに比べると弱くなっています。この H がデルタプラスになってないので弱くなっています。で極性の大きさを示す双極子モーメントで見ますと、このホスフィンが 0.58 ぐらいですね。これちょっと他のやつと比べてみますと、硫化水素が 1.02 ぐらいに比べてこれに弱いんです。それからアンモニアは 1.5 ぐらいあるんですね。 1.48 ぐらいありますから、やはりアンモニアに比べるともう、どうですかね、3分の1ぐらいの弱さになってしまっているということで、極性は弱いんですけれども、分類としましてはやはり極性分子になります。